タイムトライアルレースには F1 ドライバーたちが続々出場。ステアリングを握ればオフも関係なし、雨にも負けずアグレッシブな走りを詰めかけたファンたちに見せてくれました。タイムトライアルの優勝者はジョニー・ハーバート、2位にレート、3位フィッティパルディの順。来年ひょっとしたらこんな顔ぶれの表彰台が見られるかもしれません。